今ハーゲンダッツのバニラナッツ食べてました。アクエリアスタカさん、おお、タイムリー。ハーゲンダッツお高いですよね。ね、そうだから時々ご褒美にご褒美ねって言って食べてますね。公演頑張ったご褒美とか言ってそう、クッキーのやつ美味しかった。クッキー美味しいよな。はるかね、クッキー&クリームみたいなの好きなんよね、基本的に。俺はクッキー大好きすぎて、そう、選んじゃう。こんばんは、ケンジさん、今日もありがとうございます。こんばんは、ありがとう。シンプルなものほど選ばないかもね。な、そうよね。なんかそれこそさ、時々しか食べれないから、ちょっとなんか変わったもん食べようと思っちゃって、そう、でもちょっとね気になってます。ワイもはるちゃんのカメラマンになりたい。いっぱい撮っていろんなとこへ。ママは一番のファンだからね、ともりんさん。確かに間違いないですお高い分美味しいから OK。 いや、それよ、ほんまにもう幸せな気分になる。はるちゃん毎日頑張ってるから毎日ご褒美ってことにしようか。しべれさん、いいの、そんなにそんなにいいんですか。オレオは上下分解して食べる。あ、わかる、美味しいよな、その食べ方もしちゃう時あるね。わかる。カメラ助手になりたいです。風船崎さん、嘘、大変ですよコート脱いだり持っててって言ってまあまあどっちもやってるんで、ちょっとそれじゃあお願いします吉尾美さん、はじめまして、こんばんは、ありがとうございます。初見さん、なんで来てくれたんですか、嬉しい。こんばんは、ありがとう。今 DM 見てきたら、しっかりはるかに生チョコアイス布教してたわ。覚えてるん、さすがすぎ。いや、そうやんな、やっぱり覚えてるよ、もちろん覚えてます。ショールームまだ全然慣れませんが、はるちゃんの声を聞いてると本当心が癒されます。本当嬉しい。でも大丈夫、はるかもまだ、まショールームはさすがに最近あれやけど、もうあの機械音痴なんで慣れないこといっぱいやからこんばんは、遅れてごめんね。彩香さん、こんばんは、全然ありがとう、今日も来てくれて。こんばんは、たけさん、こんばんは、ありがとうございます。インスタの撮影の時は1日1着、日によるかな、時間ある時だと3着とか撮ったりする時もありますね。そう、なかなか、なんやろ、お休みが不定期やから、いつ行けるかわからんから、もう特に最近はあのインスタ頑張ろう期間にしてるから、そういっぱいね撮っとかないとあかんくて、できる時は3着撮ったりって感じかな。撮れない時はもう1着って感じやけど、そうって感じです。こんばんは、村上さん、こんばんは、ありがとうございます。何でもするんでお任せ、音もさせて、ほんまにほんま優しいな。はるちゃんの劇場でのパフォーマンス早く見たい。中椎さん、ぜひお待ちしてます。ファッション雑誌の撮影みたいですね、確かに、もはや。もはやアウトドア派やね、 G-Boy さん。確かに最近なんか写真撮るためにアウトドアなってるとこあるかも
なんかいつもあんなね、なんかこうかっこよく顔決めてたりするけど、めちゃめちゃ寒くてめっちゃもうさ撮ってる時はもう寒い寒いずっと言ってるもうずっとさ、今までこの19年間もうさ、ほぼほぼインドア派で生きてきたからさ、もうこの季節寒くて寒くてなんかいつも寒い寒いって言いながら撮ってます。実は撮影するとき周りの目とか気になりますか？もう気にしやんくなったかな。前最初の方はね、なんかちょっと恥ずかしいとか思ってたけど、もう最近はもうなんか、まあ、見られるのは見られるし、まあちょっと変な光景だろうなと思うんやけど、いつも自分でもなんかこんなね写真撮ってて多分何してんねやろって思うやろうなって思いながらもうやってます。もういい写真をねみんなにお届けできるためにもうそこだけを考えて最近はやってるから、そんなになんかうんあれかなって感じ。あんなキメキメで撮ってるのに。そうやで、実はママさんも同じこと思ってるかも。いや多分思ってるかもねそう、こんばんは、カールゴッチさんこんばんは、ありがとうございます。その心意気素敵ですね、イナテさん、ありがとうございます優しい、嬉しいた人にインスタ宣伝して登録してもらう、恥ずかしい、なかなか恥ずかしいなそれはそれはなかなか恥ずかしいですね。じゃあちょっと今日は早いんですけど、そろそろ教えてはるちゃんしたいと思います。いいですか、みんな準備は OK？ これか、ん？あれ？これか、いいですか、イエーイではでは、どこだ、どこか、これだ見失った。ではでは早速教えてはるちゃん行きたいと思います。行きます。間に合ってよかった、フレンドちゃんありがとう、お疲れ様。ではでは行きますよ。一つ目、ひでさんからいただきました、ありがとうございます。教えてはるちゃんってショールームの神企画で毎回楽しみに見させてもらってますが、ありがたいこの企画を始めてくれたきっかけと今までどれくらいの質問に答えてくれてますか。はい、ということで、これは正直いつから始めたのかはちょっとはるか覚えてないんやけど、結構初期の段階から始めたんじゃないかなって思います。で、始めたきっかけはなんかなんやろうな、もっと皆さんにはるかのことを知ってもらいたいって思ったのもやねんけど、初期の頃にブログで質問返しみたいなのをしてたんですよ。なんか流行ってメンバー間の中で結構なんかいろんなメンバーやってた時期あったし、はっちゃんもやってたんですけど、でもなんかそれだとなんかブログだと決まなんて言ったの、なんかいくつかしか答えられないんですよ、もう文字数の関係でできなくて。そうで、なんかこう自分で勝手に選ぶのもなっていうのがあって、なんかせっかくねファンの皆さんがいろんな質問してきてくれてるのに、なんか勝手に選んでするのはちょっと違うなって思って、
そしたらなんかファンの方からなんかこういうのやってみたらみたいなのを言っていただいたことがあって、それでなんかあそういうやり方もあるんだと思って、それでしましたね。なのでそうきっかけはそんな感じかな。ブログだと文字数制限でできないから、ショールームだとこうやってねもう喋ってポン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 できるじゃないですか。だからみんなのねあれに答えたいなと思って始めたのがきっかけで、質問どれぐらい答えてきたかっていうと、これはねもう正直最初からはちょっとわかんないんやけど、ちょっとね紙に全部書いてあって、まあ、ノートというかルーズリーフに書いてあって、それを今年の分本当に2021年1月1日のブログから今日まで昨日まで、まあ、今日はちょっとここからなのであれなんだけど、昨日まで答えたやつをちょっと数えてみたんですよ。もう書いてあるから全部ちょっと数えてみたんやけど、さっき始まる前になんと今年昨日まで1月1日から昨日まで答えた教えてはるちゃん408ありました。だから今年はそう408個の質問をいただいてて、まあ、まだ今日からの以下のやつはまだなんだけど、11月の29日かなまでの分は昨日答えていて、そう408あったので、はい1年間でまあそれぐらいですか。まあどうなんだろう、もうちょっと増えると思うんで、1年間っていうとあれだけど、まあ、昨日までではそんな感じでした。ちょっと全体はね分からんのやけど、そうすごい、いやみんながねたくさん質問してくださるおかげです、本当にありがとうございます。はい、ということで